りょうさん、うん、なんか真剣なトリーグのことかい。あ、よくわかりましたねだと思ってた。あ、そうっすか、うん、出てましたか。出てた出てた。こう今密着いろいろさせてもらってるんですけど、はいはい、トリーグっていうのは何なのっていうふうに思ってるんですよ、ふんわりと。やっぱそういうの聞いてくれてよかったわ。俺らにとっては当たり前になってたからさ、うん、説明しないとさ、じゃあ今の谷ちゃんが言ってくれたことはあれだもんね、はい、ドキュメント見られてるさ、はい、視聴者のさ、はい、奥様方の目線だもんね。奥様方が見てんすかこれ違うの、30代以上の女性をターゲットにしてると思ってたんだけど。 YouTube のアナリティクスとか見た方がいいですよ予想で喋ってたあるんだそういうの。ありますよ。そうそう、はい、10代男子とかですよ多分。20代じゃあより一層教えなきゃいけない。そうですね。そうトリーグね、はい、まあ、普通にこう組み合わせ出て、はい、前回で言うと 1,2,3,4,5,6 10チームだね。あー、10チームで総当たり戦。あ、総当たり戦、うん、10チームのうちの1チームがシュアボだから、はい、まあ9試合かな。はいはいはい、うん、で去年は、はい、その中でうちらは、あ、出てるわ順位。俺らね、はい、シュアボ4位だったね去年。あー、うん、その順位は1位の人が上がるんですか。そう、1位しか上がれない。あ、1チームだけなんですか。そう、全勝したら確実上がるよね。あ、そうなんです。なんだけど、例えば、うん、8勝1分けのチームが2チームできる可能性もあるじゃん、全球節 で、はい、その8勝1分け同士が引き分けて、うんうん、で他は得失点差になる。あー、なるほどなるほど。そうそう、得点と失点の差が大きいチームが上がるみたいな。で、その3部、うん、と入れ替わりって感じかな。あ、そうなるんですね、うん、その3部下の方と。なるほどな、うん、なるほどね。いくら俺らがさ、今、ね、戦力も上積みされて、戦術もブラッシュアップして、今、いい状況になってても、何起こるか分からないサッカーだから、これで最近2部に勝ったからって、やっぱり、サポーターの人を含めて、こう、いけるでしょみたいな緩い空気になったりすると、1個の引き分けで終わるから。なるほど、なるほど。で、こんだけ元 J リーガー人来てくれたとかさ、いろんな補強して、もう4部のままっていうのは、もう死を意味すると思ってるから、俺らは。そうですね、その、来年へのモチベーションが結構、なくなっちゃいますね。いやいや、もう多分やれないと思うね、普通に。本当なんか、命かけてやってるっていうのは全然過言じゃない。昇格できなかった瞬間にね、首の爆弾が爆発するとかはないけど、はい、でもそれに近いような。気持ち的にはそういうことですね。そう、だって、俺がやってる活動ってそういうことじゃん。はいはい、うん、そうですね。そうだ、そういう感じ。今年のはもう決まってるんですか？そう、で、今年決まって、はい、ちょうどね、先月発表されて。あ、そうなんですね。うん、まあ、ちょうどって何なんだって言われたらなっちゃったけど、ちょうどとはって言われた。で、それで今年こういう風に、はい。で、この武蔵野人形っていうのが、はい、去年開幕戦俺ら勝てたんだけど、はい、練習試合で 6-0 で負けてて。おお、結構大それをいろいろ戦術うんぬんかんぬんして、はい、で、新しいメンバー入ってきて、はい、勝てたんだよね。だから本当にこの試合が、なんか、正直あの監督として自信をつけさせてもらったというか、そう、もうあの初戦で終わってた可能性あったから去年ここに負けたら、はいはいはい、で普通に考えたら練習試合で 6-0 でボコボコされたチームにさ、初戦やばいじゃん。だからもう徹底的にそういうビデオを見て研究して、はいはいはい、チームにもやり方を落とし込んで、はい、掴み取ったみたいな。あ、なるほど。まあそのチームと初戦ではないか、今年もすごい偶然なんだけどたまたま当たるね。同じグループというブロックになったってことですか。そうそうそう。その節っていうのはどういうことですか。あ、第1節第2節みたいな、1試合目2試合目みたいな言い方。あ、それをサッカーだと1節2節3節って。あ、そうなんですね。知らなかったっ。あ、そうなんだ、はい、意外だねこんだけ一緒にサッカーしてると、はい、逆に手前すぎて喋ってなかったか。そうですね、映像で節っていうのはたまに見ましたけど、うん、あ、そういうことなんですね。第1節第2節っていうね。試合は毎週あるんですか。いや、ね、1ヶ月に2回あったら多い方かな。あー、なるほど。そうそう、で11月までにだいたい9節ぐらい消化してる、はい、で土日両方 OK のチームと日曜だけにしてるチームとかがあって、はいはい、で俺らは日曜だけにしてんだよ。あ、へえ。だから消化は遅いね。あ、そうなんですね。そう、なるほど。うちの選手があの桑田社長のチームにレンが助っ人に行ったんだよね。はい、そしたらレンと笠原くんが、まあ、その現場着いた時に、うん、新宿区サッカーリーグの運営の方々に、うん、あれなんでシュアーボの幹部の方々がいらっしゃるんですかみたいな感じで、俺いないのにシュアーボの人って気づかれてるらしいから、すごいですね。ありがたいことにシュアーボのドキュメント広まってるってことじゃん。うん、そうですね。ってことはそこに勝ってやろうみたいなのは、はい、まあ俺のね、なんかそういうなんか、いやそこまでじゃねえよお前って言われたらそれまでなんだけど、はい、でもそういう俺が逆だったらそう思うから、うん、そうそう、普通に、うん、トリーグ戦うよりも選手たちにとっては
まあ、厳しい状況に、まあ、僕が追い込んでるかもしれないです、うんうん、YouTube で試合もちょっと見れたりするから、そうそうそう、少しその戦い方っていうのを対策されるようなこともありますよね。あるかもね。あ、怖い。そう考えると、まあ、過去に勝利経験がね多いチームとの組み分けになったけど、はいはい、もうでもうちと同じで相手チーム変わってる可能性、一人選手変わったらサッカー変わるから、なるほど、油断せず行きたいですね。はい、どうもどうも。いやあれですね、まあ、セレクション終わって、選手が入ってまた出てったね、放出になった選手とかもいるんで、はいはいはい、ちょっとおさらいというか、ちょっとしていきたいと思います。でそんな中で頑張ってるのは高野くん。お、高野くん、そう、高野くんはね、スタメンなんですよ。あ、そうなんですね、うん、そうそう、だから嬉しい驚きというか、はい、まあ、ポテンシャルは実際ね、一番キック飛ぶし、はいはいはい、そう、両足で蹴れて、であとはもう前、まあ、何回かね、動画で言ってるけど、メンタルが戦士になったから、あ、なんか変わったっていう話は、そう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 、もう本当に、まあ、まあ時々ね、あのシュンとしちゃってる時はあるんだけど、でもそれでも、まあ、本当頼りになる選手だから、はいはい、うちのルベン・ディアスとしても右のセンターバック、今はそうですね、戦術の一つの軸になってる選手ですね、高野君からキックっていうのは、キーパーは前回は紹介しなかったけど、トシキ、まあね、イケメンっていうコメント多いよね。あ、ジムの動画にも出てた。そうそうそう、俺この間19歳だってさ、初めてというかさ、認識してなくて知って。あ、そんな若いんですか。めちゃくちゃしっかりしてない。はい、そうだからもうね、あの頼りにしすぎてて若いの忘れてたって感じなんだけど、うん、そうそう、周りのことを鼓舞する声から、しっかりしたコーチングから、うんうん、でシュートセーブ得意で、でキックも鍛えてて今みたいな、うんうんうん、で、夕日の方がそういう牽引力みたいなところは多分都市の方がこう圧強く見せてるんだけど、まあ、夕日は自分で経営者とかやってて、あ、はいはい、そうそう、でまあコーチングとかもね、都市と比べられるから都市か夕日かってなるけど、普通のクラブいたらもうすごい選手で、でまあキックが、まあ、左足でも蹴れて、そうそう、で飛距離も出せるから、はい、そう、今季ね、去年はあのレギュラー都市だったけど、今季はもう夕日になる可能性も全然あるから、あ、そうそう、でこの間セレクションで入ったノブね。ああ、はいはいはい、そうそうそう、背高くて、うんうん、そうそう、足元も良くてっていう、まさかゴールキーパーが来るとはっていう、そう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 なんだけど、やっぱ都市夕日の牙城がね、熱いのよ。熱かった。やっぱ都市夕日の方が瞬間的な判断だったりとか、はい、そういうチームコンセプトの理解がもともといたっていうのもあって深いから、うん、そうだからうちってこの招集メンバーキーパー2人なんだけど、うんうん、今は都市夕日の方が選ばれる。あ、そうなんですね。そうそうそう、だからノブもね、まあセレクションできていいキーパーだけど、まあ残るために、まあ、頑張んなきゃいけない状況っていう感じで、セレクションで入った川は、はい、まあ、今両サイドバックどっちかで、まあ、スタメン出てて、はい、もう本当はあの主役の中だとアスリート能力高いから、はい、そうスローインも飛ぶし、空中戦も強いしって感じで、で前線に上げた時にさ、そうクロス叩き込む役割とか、なんなら前線の方が楽しそうにやるんだけど、そうでも前線はさ、はい、もうね、2部でやってた、得点取ってた選手で、はい、ね、頭に取ると、はい、ね、元 J とね、帝京、はい、高校のエースとね、関東一部の選手だから、はい、そうで川をでもね、あのスタメンで出したいから、はい、まあ、その後まあ後ろ で、あとセレクションで入った順平、うん、で順平は左足のキック良くてさ、はい、判断もいいんだけど、フィジカル的なところ、あの相手についていく細かいアジリティとかアップダウン守備とか、アップダウン守備っていうか、まあうちの場合この横スライドとか縦スライドとか、隙になる場所を開けない守備が大事なの、全体と連動して、そう、それのズレのところの走力みたいなところでめっちゃ使いたい選手なんだけど、あの今はそう、あのレギュラーには慣れてない。で海舟はボランチなんだけど、ボランチも元 J のマサと、まあ、セレクションで入ってきてクオリティ高くて、まあ、チームへのコミットメントも高いマナといるから、はいはいはい、で海舟の場合は新卒1年目なの。あ、そうなんですか。で会社めちゃくちゃ忙しくて、あ、そうなんですか、有給使ってなんとか公式戦来れるみたいな。あ、そうなんですね。だからこっから頻度が結構落ちていく可能性あるんだよね。あ、それがやっぱ社会人として、ね、そう、かなりリアルでしょこれ練習の中で馬ってあんまり驚く選手っていないんだけど、最近はもうレンと海舟がそうなんだよね。あ、へー、そう、レンと海舟いるチームがやっぱボールもあるから、
今さ、ここサッカーボールのマークついてる選手が、はい、まあ、プロ契約してる選手だね、はいはい、この選手たちを増やしていくから、はいはい、そうです、ってなった時に既存メンバーで次そうなるのはトールか海舟だと思ってて俺は、うん、であとはまあ翔太、翔太とかは超真面目なんだけど、あの抜けてる時もあるから、その守備の約束ごとのところちょっと、あ、はいはい、そうそうそう、だけどね、やっぱ翔太とか凛とかはあの練習参加率高いし、うん、あの入ったのがもうトシキもそうだけど18、19で入ってきてるからめちゃくちゃ大変なんだよこれ。本当毎回言うけど、あの企業として成長するじゃん、シュワムは、はい、こ企業の成長プラス、企業の成長と、うん、あの対決する感じで自分が選手として成長しなきゃいけない、まあ、そうですね、普通そこに見合った選手が来るじゃん、うん、じゃなくてこのいたところの企業がこう成長するから、うん、ライバルは企業なんだよね、ショートとかリンにしては、うん、そうですね、うん、そうだからまあ長くいるもあるし、すごい素直で、うん、めっちゃアドバイスとかも聞いて頑張るから、うん、そうだからリン・ショータを絶対的なスタミンにできてないのがシュアボの成長ではあるんだけど、うんうん、ただ俺としてはリン・ショータがまたスタメンになるぐらい本人たちにも成長してもらう、そうですよね、でそれを19、20歳になってない子たちに求めてるのはすごい酷なことなんだろう、そうだからまあね、でこれでねリン・ショータを取り上げる会とかね、はいはいはい、あったらいいけど、でもそれが、うん、あの歩取り上げる会、大場取り上げる会みたいに、うん、このシュアボドキュメントとして波及効果があるかっていうと、うん、今優しい言い方すると未知数だから、まあそうですね、そうだから自分から発信して自分から俺のことをシュアボにいさせるべきでしょっていう人に、うん、まあならなきゃいけない、実力でもメッセージ性でも、うん、であとはまあ、マサがいて、マサがいることによってまあ中盤の質すごい上がるし、うん、あとは運動量がね、もう70分フルでいけるように、まあ、マサだったら仕上げてくれるだろうから、まあ、そんな心配してなくて。やり直し、やり直し。いいよ、いいよ、いいよ。いつも行け、いつも行け。すごい。おお。やった。起きた、行け。ああ、頑張れ。うわ。仕事をしっかりするっていうことしかあのピッチの上であんまり考えれないんで、まあ、もちろんあのこうしてほしいとか要求はしますけど、でもまあそこは自分ができてないとできないと思って頑張ります。でもあなたはやっぱりあのセレクションの中でも泳ぎの方で、まあ、質あってしっかり親を説得して来てくれてみたいな、そうでも細かいところであの質素材めっちゃいいんだけど、あの整体だったり軸足抜くパスだったり、あと最近取り入れてる抜重っていうあの瞬発力を上げるというか、そうあの瞬間的に加速するための技術なんだけどとかいろいろ学んでくれてるから、そこの吸収力もあって、阿部ちゃんは別のチームでやってて、そのなんか昇格戦みたいな昇格トーナメントみたいな勝ち抜いてる途中で、なかなかうちにフルコミットできなかったんだけど、はい、この間チームを昇格させて、その元いたチームを、はい、横浜だったかな、はい、神奈川の3部かなんかを、はいはい、でうちに来たから、あ、そうそう、かっこいい、海舟も前のチームそうなんだよね、昇格させてきた、あ、そうでしたね、そうそうそう、だからオバとかアイムとかが入ってなかったら ね、もっと目玉補強みたいな感じだけど、うん、もう左ウィングでもすごいいいから、うん、っていう感じだね。でタクトも18歳、高校出たてで早稲田入る前にうちに来て、そうだからやっぱりどうしても強度の差はまだあるからね、ただ瞬間的なセンスとか技術とかすごい高いから、おいでタクト、めちゃくちゃいいじゃん、素晴らしい、素晴らしい、全体入ってよかったよ。でなんか言葉の選び方もやっぱりね、トシキとかで一緒で、やっぱりね、早稲田慶応の子たちはまあ賢いんだなみたいな、あ、そのフレーズのチョイスできるんだみたいなのあるから、超楽しみにしてるね。で、まあね、あの左からのカットインとシュートある右利きのアイムと、右からのカットインのシュートある左利きのオバっていう。すごい。で、リベンジャーズのウィング、ウィナーズのウィングっていう。そうそう、だからインフルエンサードリームチームですよ、このウィングに関しては、両ウィングから。一気になんか補強が、そう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 、
危ないわ完全にな。あとは歩夢くんがちゃんと試合来れるかとかそうそうそう歩夢くんのコミットメント次第っていうとなんかプレッシャーかけるみたいなと嫌だけどね、はい、ただやっぱりまあうんまあサポーターがめちゃくちゃ見たがるだろうからこの2人あ、はいはい、そうそうだから自然と俺が言わなくても歩夢くんなんでシャーボー試合出てないですかって歩夢くんの方に行きそうなオーバーの方にも行きそうなそのぐらいまあここに関してはうんあの守備の原則とかいろいろ落とし込んだら、うんうん、もうあとは2人の質を見たいかなと、うん、でこの2人が入ってきたことによってまあ序列的に厳しくなってる後期と聞くだけど、はいはいはい、後期はめっちゃ練習来てて、うん、めっちゃ伸びてるあそうなんですごい伸びてて昔だったらしなかった守備の声かけとか、はい、そうそうなんかコーチング増えてるから、はい、やっぱ焦りもあるかもしれないけど、うん、後期自身が楽しみながら伸びてるからめっちゃ期待してるね、うん、やっぱその強い人が近くにいるとプレッシャーもあるけど楽しいっていう、うん、あると思うことになってるんですかねだってあの元 J リーガーの村とかは後期のことよく褒めるしねあそうなんですねそうそう元 J リーガーが自然と褒めてるっていうのはやっぱすごい自信になると思うし、うん、そうですねそうそうそうはい後期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 キクなんかは今ねあの自分のね仕事の方が大変みたいで超えてないんだけど、はいはい、まああのビルドスポーツのあのサッカーノートの報告とか見ると、まあ、自主トレはしてるからそうで来れる時は来ようとしてるからまあ菊が今後どうなるかだねオーバー入ってきて大変だけどただ菊が伸びればというか菊がしっかりあの一番いい時のパフォーマンス出したら、うん、オーバーも後ろに下げれるからなるほどそうそうそうだから全然なんていうのかオーバーいるから俺出れないんだとかは思わないでほしいというかまあどのポジションもそうなんだけどねであとは、まあ、元 J リーガーでまあねこの動画出る時にはもうみんな活躍も見てる村、うんうん、そうそうなんかねもううちのまあエムバペ的な選手に なってくれたらいいなって思うけどまあキャラクター的にはメルテンスとかに近いんだけどねその間であの前向いた時の突破力と、はい、あのパス受けた時のさばき力両方あるみたいなそうそうそうでもともと監督やってたからさ、はい、やっぱりこっちのニーズに応えようとする力すごいし、うん、あのミニゲームとかでも周りのことをさあのこう俺も仲間だから遠慮すんだよって感じでみんなにアプローチもうコミュニケーション取って、うん、そうミニゲームで自分いるチームをどん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 盛り上げようとしてくれるから、うん、だからすごい頼もしいね本当いい選手入ってくれたと思うね、うん、村とかマサとか自分から来るって言ってくれたんだけど、はい、まあそういう選手だからまあ、自分から来るなら無料でいいよねじゃなくてこっちからお金出しますよっていう風にしたからでこういう風にするからこそ今後来る選手もなんか自分から言ったらなんかずっとタダなのかなみたいな、はいはい、じゃなくいい選手だったらうちに残ってほしいからお金出しそうそうそうでうち利用して自分を発信してほしいしねうん村に関してはそうだよであとはまああのねレオザン分析から来てくれたトールだけどトールに関しては当然さやっぱ村とかに比べるとさ元 J に比べるとそれは当然技術的なところ劣るかもしれないけど、はい、あの本当うちのミュラーとか岡崎みたいな感じで、うん、そこ戻ってくれたかとか本当にね前線で超戦ってくれるんだよねもう見てて気持ちいい本当あのでやっぱオシムさんのジェクとか好きだったから、はい、そうだ羽生さんとかも好きだったみたいし、はい、やっぱりねこうあの僕が求めるものサポーターが求めるものとか、うん、そのサッカーに必要なね魂を持ってる選手だからあのレンとか昔からいる人に対しての主張もしっかりするし、うん、やってるサッカーに違和感あったりしたら俺にも相談してくるしで、うんうん、いや本当にいい補強でしたねであとはあの覚醒待ちの朝日覚醒しそうなんいや本当にねあの才能あるんだけど、はい、まああんまりそうあの忙しくて練習来れてないってもあるけど、はい、来た時の瞬間瞬間のプレー光るものあるし、はい、そうでも朝日に関してはもうメンタルだからあそうなんですそうそうだからもうねあの優しすぎてというか、はいはいはい、削ってくる相手とかにも、うん、大丈夫だからとか言っちゃうのよあそうそういやもうブチギレろっつってんのよ本当に次やったら分かってるようなぐらい言えっていう、
そこは戦ってるわけですからね。そうそうそう、だから前それでさ結構な怪我させられて離脱になったんだけど、もうプレー見てるともう分かるのよ、うん、もうその、 あの選手としての弱さみたいな、うんうん、でそれはあの汗ひピッチ上だけでもやれと、うんうん、じゃないと今日みたいにまた怪我するって言って、うんうん、こいつやってもいいやつだと思ったら舐めてやってくるからって言って、うん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 、っていうのはこの間伝えたけどね、うん、なんで朝日だけこんな赤裸々なんだろうね。毎回朝日だけこういう赤裸々なこと語ってるよね。いいじゃないですか、朝日くん。面白い。いや、そうなんだよ。本当にね。人間が逆にある、それが。そうそう。いや、本当にね。だからみんなでね、朝日に対してこう、エールを叱咤激励しながら、うんうん、うん、いや、本当ね。まあなあ、だから、うん。本当に期待してるから、だから残したしね。はいはい、そうですね。そうそう、誰も引き止めてないけど、朝日だけ引き止めてるからね。あ、そうなんです。朝日だけなんで俺は引き止めたの。あ、すごい。そうそうそう。それも朝日くん知らないんじゃないですか。あ、そうなのかね。うん、うん、かもしんないね。であとは、量。量がいいんすよ。これ、谷ちゃんが言った、あのあ、セレクションで取った方がいいって思ったらもう入ってた子。あの、で、おなじみの。そう、で、おなじみの魂もあるし。で、これ今控えに置いちゃってるけど、これ実際は違くて、この間マナトが、はい、あの家庭の事情で一回来れなかった時に寮ボランチに使ったのよ、はい、これめっちゃ良かったの。そうですね、寮に関してはもう魂あるから、うんね、最初来た初日覚えてるけどね、友達と二人であの体験入団じゃなくてあれか、最初いきなり試合だったのか、でウイングで使って、はい、瞬間的にドリブルはいいんだけど、まあ走れなくて、はい、そうそう、入団させるかどうか迷うぐらいの感じだったけど、まあ、当時の、まあ、手話のレベルで言うともう質すごい良かったから、いやもう入れようと、うん、そうそう、で、あのようやくこの学生時代の体力に戻り、あ、で、あとは本人自体のこうメンタルの強さとか、うんうん、そうそう、真面目さとかで、はい、うん、なんか本当今見てて、あ、いいプレーしたのはリョウだとか、あ、得点取ったのリョウだみたいな、うん、そう、だからそれこそ成長物語みたいなのを期待してる人にとっては、うん、量っていうのはそのシュワーボのある意味あの旗になるかもしれないですね。すごい選手たちが入ってきても情熱守って、なんなら新しい自分の進化見せてるのが量ですね。うん、うん、不器用な主人公で、そう、最初の頃はね誰とも喋んないで一人でね、着替えしてね帰ってるみたいな。で俺一回、いやみんなと喋りなみたいな、はい、そうそうそう、そういうの大事だよみたいに言ってたんだけど、今めちゃくちゃ喋ってるから、あ、別にその時にきっかけで変わった感はないんだよね。それからも別にしばらく喋ってなかったし、何だったんだろうなあれ。分からないけど分かんないけど今全然もう、うん、そんな感じですね。なんでまあもう開幕も近いですけど、現状のメンバーこれで、はい、これでトリーグに挑みます。楽しみ。はい、なんでここからまあ体験入団とか入ってくるかもしれないけど、まあそんなすぐには馴染めたりとか、まあすぐに戦力的な核になる選手ではいないと思うから、うん、もう本当にこの選手たちが今季シュアボ東京を3部に導いてくれる選手だと思うんで、うん、まあ皆さんそれぞれね、あの人ベースでもいいし、シュアボ東京でもいいし、まあ応援してくれたら嬉しいです。試合の映像とかもまたドキュメンタリーでとかは使えるんですか？まあ、ちょこちょこ生配信とか言ってるけど、はい、あの3分以内のハイライトしか出せないのよ。あ、そう、なるほど。だからあのその3分のハイライト映像を、はい、まあ、皆さんにお見せするけど、はい、その前後をドキュメントで取り上げる感じなんじゃない？あ、その選手のちょっとなんかお話、うん、 そ、 まあ、それ作るのは谷ちゃんだから俺もそうですね、ちょっと分かんないけど、そうそう、だから別にそういうビジネスしたいわけじゃないんだけど、はい、フル見ようとしたらレオザ学園入ってもらうしかない。あ、レオザ学園だと見れるんですね。そうそう、分析映像としてアーカイブ保管してあるから、はい、まあみんな見れるけど。そうなんですね。そう、ただ普通に今ドキュメントでやってるみたいにこう編集してあれしてみんなが見れるみたいにできないのはちょっと今そういうルールだから、ね、はい、あ、まあ俺らもそのね組織に参加させてもらってやってるから、ね、まあね、だから皆さんがね、はい、シュワボ東京の試合見たいから、うん、そういうルール変わってくれっていうようなね、そういううねりを起こしてくれたら嬉しいし、起こせるようなクラブにシュワボ東京の試合見たいっていう風に思ってもらえるようなね、うんうんうん、クラブになったら、まあ、そういうのでね、あの時代が変わってルール変わるって今までね歴史でもあるから、うんうんうん、で俺らがこういうののねロールモデルになったらさ、うんうん、他のチームとかもね、うちも YouTube 発信したいんで変えてくださいとか。確かに。そう、やっぱりサッカー広がってほしいしね。うん、だってね、どのクラブもさ最初は
あのバルセロナだってちっちゃいクラブだったし、アーセナルだってね、なんかこう労働組合のクラブだったっていうかさ、そのね、どのクラブもさ、今のすごいビッグクラブも小さいところから始まってるから、その小さいところから始まるところを今時代的に終えるじゃん。でそういうクラブがサポーターの方増えてって上がっていくって状況で、まあ、今そのね、こう観客席とかがないさ、あのグラウンドでやる中で、そうみんな見に来れない中でさ、じゃあどうやって広めるかって言ったら、せっかく映像があってね、迷惑かけない撮り方するんだったらいろんな人に見てほしいから、そういう思いで俺らやってるからね。だからそういう賛同者が増えて見たいって人が増えたらルールも変わっていくと思うから、まあ今シュアボ東京こういう感じですけど、まあぜひとも皆さん引き続き応援して、そうトリーグの方を見てたらぜひともよろしくお願いします。